ポチッとな。今回はダイソーさんの浮き釣り仕掛けというものでハゼを釣っていきたいと思います。実はハゼ釣り用に専用針として売っているものがあるんですけども、まあ、こんなような感じの商品ですね。あのハゼ用って書いてあるんですけども、同じ6号針なんですけどね。これハリスも1号で同じです。でこちらのダイソーさんの方の仕掛けの方がですね、個人的にですね、使いやすくて、しかもあの2本針ですので2匹同時にかかってくるというですね、おまけ付きということなんですけども、こちらのですね、あの有名メーカーさん の, あのハゼ用のハリスですよね、針と糸ですけども、こちらの方はですね、いろいろこう工夫がされていて、ラメの糸がついてたり、赤い針だったり、あのこう夜光のビーズがですね、あの入っていたり、ビーズっていうんですかね、この夜光の玉みたいなのがあの針の根元にですねつけてだったり、いかにも釣れそうな感じなんで、こちらの商品がですね、あのいいんですけども、あのダイソーさんの浮き釣り仕掛けもですね、なかなか優秀ですので、そちらの方をですね、あの紹介していきたいと思います。ダイソーさんの仕掛けをですね、こちらの方にこう用意しました。接続部分がですね、こういうスイベルと、あと、これですね、サルカンがついてまして、こちらの方ですね、もともとあの浮きがついてる方の道糸にですね、そのままこれを引っ掛けるだけでセットができてしまいます。ですので、あの結ぶ必要がありませんので、何かとあの仕掛けを変える時の手返しがいいですね。こういう感じでスイベルに、よいしょ、こう引っ掛けまして、そしたらですね、この針が2本ですね、あります。なので磯目を用意しましたので、それをですね、2本の針につけていきたいと思います。磯目はですね、青磯目を使います。でハゼはですね、あのちょっとあの硬い部分の口ですね、口の部分を嫌いますので、口の部分の頭の部分を、磯目をですね、あらかじめと切って置いてですね、柔らかい部分をですね、この針にかけるように。でいろんな針のかき方があるんですけども、あのさほどですね、どういうかき方をしてもですね、ハゼの場合はですね、そんなに大きく釣果が変わるわけではありませんので、まあ、つけやすいようにですね、いろいろ教科書とかにはですね、あの綺麗につける方法はいろいろ載ってますので、あのググっていただければですね、いいつけ方があると思います。まあ、つけやすい感じですね、ちょんがけでもいいですし、通しがけでもいいですし、あのポイントはですね、針先を必ず出すことですね。針の先端がですね、露出してないと、ハゼは、ね、どちらかというと吸い込み型 の捕食をしますので、吸い込む方ですので、スッと吸い込んだ時にですね、針の先が露出していないとどうなるかと申しますと、あのテンションをですね、かけた時、いわゆるあの浮きが沈んで、あ、当たりだと思って竿をね上げるときに、あのすっぽ抜けてしまいます。なのでなるべくあの針の先っちょですね、尖った部分をですね、
露出するような餌のつけ方をねされるといいと思います。でハゼのハイシーズンになりますとすぐに当たりがきますので、ですね、なるべく垂らしは短めの方が手返しがいいと思います。であと 2つつけましたので、こんな感じでですね、来ましたので、あとですね浅いところを狙いますので、浮き下は、まあ、20〜30cm から50cm 以内のところでですねのいいと思います。で釣っていきたいと思います。よいしょ。あれ、竿はですねなるべく短い方が扱いやすいと思います。まあ、3メートル前後が、まあ、ポイントによりますけど もう本当に足元を狙いますので、まあどうでしょうね、2メーターから3メーター前後ぐらい、 3.6 メートルありますので、ちょっと長いかなって気はしますね。周りに障害物もだとかとお隣さんがいない場合はですね、長めでも全然いいですし、ポイントが高い沖の方だっていうことであれば全然いいと思います。まあ私がいつもポイントはかなり手前なので、2メートルから3メートル以内ですねぐらいの竿でちょうどいいということですね。まあ足場とかねポイントにもよります。ですけどハゼはですね意外に手前に来ていますので、本当にどうでしょうかね、陸から1メートル以内のところで全然降ってきますので、竿を短くてもですね全然いいと思います。はい、釣れました。こんな感じですね、釣れています。ダイソーさん の仕掛けを今紹介しているわけですけども、結構おすすめですので、6号7号8号であります、ラインナップがありますので、針の大きさはですねその時期に合わせてですね、ハゼの大きさ、釣りたいハゼの大きさのその号数をね決めて購入して使っていただけるとですねいいかと思います。で一つの仕掛けに対してですね、一つの製品に対してですね3セット入ってます。針が6本ですね、2本 ×3セット入ってますので結構お得ですので、一回よかったら試してみてください。はい、こんな感じになるんですね、ダブルで釣れたりしますのですごくいいですよね、美味しいですね。ダイソーさんの日本針セットですね、引きずりセット、こちらの商品になります。今ですねサリまだハゼが小さいもんですから、肩が小さいもんですから、6号使ってますけど、7号8号ってですねちょっと一回り大きい二回り大きい針もありますので、ハゼの成長によってですね変えていくといいかと思います。今回はこれで終了いたします。ご視聴ありがとうございました。Thank you.